皆さんこんにちは、フォンティです。今回はですね、ベトナムの素敵な街をたくさん紹介していくという企画でですね、前回はですねダナンをご紹介させていただいたんですけど、今回はそのダナンの少し下に位置するホイアンという街を紹介させていただきたいと思います。ホイアンの街自体がですね、日本でいう京都みたいな雰囲気がある素敵なことなんですね。なので古都ホイアン自体がもう世界遺産になってるんですよ。で、東南アジアでも随一って言われているぐらい、すごく街並みとかが古くて、でもその古い街並みがとてもいいよねっていうので、1999年ぐらいに世界遺産登録された素敵な街なんですね。ホイアンはですね、すっごくノスタルジックみたいな雰囲気がありまして、日本の京都が結構好きなのでホイアンがすごく好きなんですよね。またハノイとかホーチミンとかダナンとは違った古くて静かな雰囲気がとってもなんか心落ち着く感じで、楽しむのはもちろんいいと思うんですけど、気持ちとか心を癒されに行くんだったらこのホイアンがとてもおすすめなんですよね。ホイアンは昼間もすごく綺麗なんですけど、ホイアンの真ん中をトゥボン川っていう有名な川が流れてるんですね。夜になると夜のホイアンって言われてるぐらい、夜の街並みがすごく綺麗で、すごく幻想的になるんですね。いろいろホイアンでやってほしいこととかはあるんですけど、そのトゥボン川を観光客の方に楽しんでいただくために、手漕ぎボートとかが乗れるんですね。なんでちょっと日落ちてきたなって思ったぐらいの時に、街中でランタンとかがつく前に手漕ぎボードに乗りまして、トゥボン川をゆったりと漕いでもらいます。そうするとだんだんポツ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 ってランタンがどん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 18時以降ぐらいについてくるんですよ。それをホイアンの真ん中のトゥボン川から船でちょっとゆったり気持ち落ち着きながらこう漕いで、ポッポッポッって街中が幻想的になる瞬間を楽しむのはものすごい贅沢な楽しみ方だなって思いますし、それは逆に言えば大都市では味わえない楽しみ方だと思うので、ぜひホイアン行った時はトゥボン川を手漕ぎボートでちょっと漕いで遊んでみるのもありなんじゃないかなって思います。そのトゥボン川がホイアンの真ん中に流れてるんですけど、両端に美味しいディナーが食べられるレストラン街がブワーって並んでるんですね。でも本当に選ぶのが迷うぐらい美味しいカフェとかディナーが食べれるレストランがブワーって並んでるんで、そこを船で漕ぎながらどこ食べるみたいな話をするのもめっちゃありなんじゃないかなと思います。言ったら私の中では結構究極的なデートだと思います、あの船に乗るって。もちろん家族で楽しむのもありだと思うんですけど、友達同士でも。逆に言えばですよ、男性がこのプランを用意したら女性めっちゃ惚れると思います。それぐらいめっちゃ幻想的なデートプランだと思うので、なんかこう船を漕ぎながら何食べるみたいな会話めっちゃいいやりたい。でホイアンナイトマーケットってのもありまして、街中がランタンでパパーってすごい幻想的になったら、その幻想的な街中を歩きながら、マーケットももちろんレストランと同じぐらいいっぱいあるんで、買い物するのもありだと思います。もうすっごい幻想的なんで、映えで写真を撮ったりとか、あとはそのマーケットでお買い物したりとかもすごい楽しいと思います。トゥボン川、またトゥボン川に戻るんですけど、お空が完全に真っ暗になった時にトゥボン川で夜になると灯籠流しができるんですけど、灯籠の売り子があちこちにいっぱいいるんで、本当全然安いんで灯籠を買いまして、なんか願い事を願って流すと願いが叶うって言われてるんです。これもまたロマンチックじゃないですか。これを家族でやったりとか友達同士でやったりとか恋人でやったりとかしたらめっちゃ楽しいんじゃないかなと思います。でこれも結構夜のだいたい8時以降になるとみんなそれをやり始めるんですけど、それがまた一斉にバーって流れるもんなんで、めっちゃ綺麗なんですよ。それも街中はランタン、トゥボン川には灯籠みんな流してるから、もう街全体がこうイルミネーションみたいになるんですよね。それがすごい楽しくて、だから夜のホイアンがすごい有名なんですよね。観光した方は絶対にホイアンでランタン祭りを楽しみながら灯籠流しをするっていう。でいつしかの動画でもお話ししたんですけど、ホイアンには日本人の方が作った日本橋っていうのがあるんですね。
この日本橋もホイアンの地元の人たちはもちろんのこと、観光客にもすごく有名な橋で、それらが全部行われてる中、日本橋から俯瞰でその景色を見るのもめちゃめちゃ映えになりますし、めっちゃ綺麗だと思いますので、ぜひ行った際には日本橋からのライトアップを見るのもめっちゃ楽しいと思います。で、私もあのホイアンに行った時に泊まらせていただいたホテルがあって、これもまたダナンとは違うリゾートホテルがたくさんありまして、ダナンはどっちかといえば本当にザ都会のリゾートホテルみたいな感じなんですけど、古都ホイアンは古都ホイアンのいい古い街並みを残したまんまリゾートホテルが建てられてて、中もすごい綺麗で、確か私が前に泊まったところがフォーシーズンズリゾートザ・ナムハイ・ホイアンってところに泊まったんですけど、全部屋に庭にプールがついてたりとか、なんか私が行った部屋とかもすっごい一人でなんかこれ泊まっちゃっていいのってぐらいすっごい広くって、ベッドとかもこれなんかキングサイズより大きいサイズ、何サイズっていうのっていうレベルででっかいベッドがあって、なんか逆に広すぎて私すっごい怖くって、その時一緒に泊まりに行った女性スタッフさんの部屋に入れてもらったぐらい一人でなんか怖くって、今思うとすごいもったいないことしたなと思って、もっと満喫すればよかったって思ったんですけど、でも次の日ちゃんと朝部屋に戻ってプール楽しんだんで、ちゃんとちゃっかり楽しんでるんですけど、ダナンとまた同じようにリゾートホテルがホイアンにもたくさんあって本当に綺麗なので、ぜひ皆さんホイアン行った時は古都の街を楽しむのはもちろん、このリゾートホテルに泊まってホイアンの街を一日中楽しむのもありなんじゃないかなと思います。ホイアンの街自体はそんなに大きくもないので、そんなこう楽しむのに何日も分けてってのはそんなないんですけど、まあ行ったらぜひとももちろん楽しんでほしいの、昼間のホイアンももちろんなんですけど、夜のホイアンを、幻想的な街並みをぜひ皆さん味わって心に癒しを求めるのもありなんじゃないかなって思います。ぜひベトナムホイアンも遊びに行ってみてください。以上、今回はホイアンのご紹介をさせていただきました。バイバーイ。